はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのねゆるい動画の時間です。それでおっちゃんはね本当にねもうゆるい動画ばっかりでね30年かけて集めた趣味のバイク、車、そして、最近ではこのラジコン。ラジコンといえばねやっぱりね年とともにね趣味趣向が変わるっていうか本当ね若い時ここ私20年ぐらい前にね、ここラジコンサーキットを作ったんですけどねその時はねもうとりあえずスピード出したくてね、競争したくてそれでこう競り合うっていうのをねめちゃくちゃもうね興奮してたっていうか楽しかったっていうかそれでねラジコンでもねこれちょっと余談になりますけどねラジコンでもストップスリムっていうんですかね車と車がこうひっついて走ったら前のこの空気抵抗で空気抵抗がなくなってそれでパッと横にいたらシュッと前に出るこれラジコンでもあるんですよ。もうラジコンでもね1センチぐらいもうトップスピードのところでねもう1センチか2センチぐらいシューッと寄っていってねハンドルをシュッと切ったらヒューッと前に出るというねもう何とも言えんね楽しい感覚をね、20年ぐらい前はやってたんですけどちなみにね私ってこれ皆さん仕事何やってるんですかもうどんどん連れて行ってますけどねラジコン屋やってます。ラジコン屋はねラジコンを全く知らなくてね、ラジコンを始めました。それは何でかって言ったらねとりあえずね自分の店を持ちたかった自分の城自分の山を持ちたかったっていうような感じですかね。それでこのお山のてっぺん、社長っていう風になりたくてね、それでとりあえず始めたのがラジコン屋でした。それでラジコンってね全く分からず始めたんでねめちゃくちゃ大変でした。ってなわけでねまあ私のねこのなんていうかな歴史についてはねもし聞きたい人おったらねここに来てください。そしたらね、またぐちゃぐちゃ喋りませんが大体ね、ほとんど毎日ここにおります。それでね最近はもうほんと話めちゃくちゃ競争してるんですけどね、そのスピード出すのからねやっぱり年を重ねると趣味趣向が変わるって本当にこのね最近ねこのねのんびり走るこう山をこうゆっくりのね15年ぐらい前にねこのクローラーっていうか流行った時それ何が面白いって自分もやったんですけどね全くねその良さが分からなかったですけどね最近すごいなと。それでキャンプとかにこれを1台下げていったら大人も子供も楽しめるしこれめっちゃ楽しいなと最近実感したおっちゃんです。ごめんなさいね、前置きが長くて。それでね今日は何をするかって言ったらね梅雨に入りました。多分梅雨と思うんですよ。もうずっと雨降ってるんでね、それで四国徳島も梅雨に入ったと思うんですけどそんな時にね必ずねやってるルーティーン、梅雨前にやってるのはバイク磨きやってましたよね、それでね梅雨に入ったらね、やることはねもうガレージ車出さないんでね雨の中ほとんど走ることをしないんでその時はね必ず やってることがあります。それはねサニトラのキャブ1年間ね、掃除してなかったキャブをね、掃除してんでピカピカにしてまた1年後に磨くというねこれねもう私のね、ルーティンになってますのでね今日はね本当にねただキャブ磨くだけのゆるい動画です。サニトラのね、キャブ磨きに興味のある方はどうぞお付き合いください。では今からね、磨いていきまーす。Next week again, but I don't wanna think.
はい、それでこれね、片側磨いたんですけどね、これね、肉眼ではめっちゃ綺麗になりました。これ肉眼ではね、めっちゃ綺麗になったんですけどね、カメラを通したらね、あの磨いてない方も綺麗に見えるというね、あのカメラあるあるなんですけどね、すごく良くなりました。それでね、もう片一方の方ね、磨いていきます。これね、最後はね、軍手でいきます。これね、なんで軍手がいいかって言ったら、まあ当然綺麗にもなるんですけどね、このね、ネジの緩みとかがダイレクトでわかるんでね、私はこの急車はね、この軍手磨きは必須です。はい、完璧です。はい、磨きました磨きました。それでね、磨いた後のこのコーヒー、これめっちゃくちゃね、この磨いた車を見ながら、こうコーヒー飲みながら、このね、この時間が私にとってめちゃくちゃ贅沢なんですよ。もう本当にね、このね、磨く時ね、やっぱりね、しんどい、もうもうって思う時もあるんですけどね、やっぱりね、この終わった後、このコーヒー片手に椅子に座ってリラックスしてっていうね、これが本当にね、まあ私、このおっちゃんにとってのガレージライフの醍醐味っていうか、まあガレージライフやっててよかったなって思 うところですね。それでね、今日はね、キャブだけ磨きました。それでこの季節、やっぱり5月、6月はね、雨がよく降るのでね、どうしてもサビ取りの磨きの動画とかがね、増えていきます。これはね、もうご了承ください。やっぱりね、もうめちゃくちゃサビらしてからそれを取るっていうのは大変なんでね、サビる前に予防、それが一番かと思って私はやってます。それとキャブのこの上のキャップとか、ファンネルのところの付け根のところとか、あそこのところってやっぱりダストとやっぱり燃料がちょっとたまるのかな、そしたら色がね、茶色くなっていくんですよ。そこのところ磨いてあったらね、めちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。それとやっぱり全体磨いたんでね、全体がね、なんていうの、鏡面なんですけど、なんていうのかな、こうちょっと、それまでもまあそんなに汚いキャブではないんですけど、まあ、シルバー色がちょっと銀色になっていったっていうようなね、感じで、もうめちゃくちゃいいです。もうね、コーヒー飲みながらずっと見とれます。まあそんな感じでございます。それでね、またこのね、梅雨が明けたら、おっちゃんはね、最近ちょっとこれハマってるんでね、昨日もね、これね、実はね、食柔らかいにしたりとかね、いろいろ調整やってるんですよ。それでまあ、あんまりラジコンばっかり言ったらね、ちょっといつもの私の車バイクライフからね、ちょっと外れるかなと思って、あんまり動画は撮ってないんですけどね、めちゃくちゃハマってます。それとこのやっぱりこの年になってね、競争よりのんびりが楽しいっていうのも分かったんでね、それで、また梅雨明けにはね、アウトドア、
キャンプまでは行かないんですけど、まあ外でね、まあ、何か食べながらこういうので遊ぶというね、そういう動画も撮っていきますのでね、またご期待ください。それとね、私大体こちらのね、サーキットガレージの方でいます。もしよかったらね、日曜日とかね、遊びに来てください。この前もね来ていただいて楽しい交流ができてね、もうやっぱりね、皆さんの愛車バイクとか車見せていただいてね、私も刺激いただいております。ありがとうございます。てなわけでね、今日の動画もしよかったらグッドボタンお願いします。それとね、またチャンネル登録していただいて、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、磨きだけの動画でした。どうもありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。